畑中からボールを奪った札幌、アンデルソン・ロペスがドリブルで前に手を挙げた鈴木武蔵、スルーパス、チャナティップ、オフサイドはない、シュート決まった。先制は北海道コンサドーレ札幌、チャナティップ今シーズン初ゴール。前半の立ち上がり3分、コースなかったと思ったんですけどね、そこをまず落ち着いて決めましたね、チャナティップ選手がね。今シーズン福森にとっての初ゴールは貴重な貴重な追加点、2対0。いやー、まあ蹴る前から少し雰囲気はありました、四隅の、まあ、これはねどうすることもできないですね、キーパーもね完璧。天の間、三好サイドを変えてルーカス・フェルナンデス浮かした、シュート決まった。アンデルソン・ロペス今シーズン6ゴール目、3節清水戦ではハットトリック4ゴール、その後4節でも見事なゴールを決めました。そうですね、この大きなサイドチェンジから中を見ながらね、ロペス選手こう縦に行くんですけども、このボールも良かったし、まあ、ロペス選手もこのジャンプ飛び込んでるわけでもないけどヘディングが強烈ですね、まあ、ボールの質もヘディングの質も素晴らしかったですね。畑中選手ももう少しで触れたんですけどね、